はい、皆さんこんにちは、レトスノーです。今日なんですけども、非常に重要なことをお伝えしたいと思います。まあ、試験終わってまだそんなに時間経ってないんで、まだ勉強しなくても大丈夫だって思ってる方いると思うんですけども、それを本当に大丈夫なんですかと、私は皆様にちょっと、問いかけたいです。今回今からお話しする内容をぜひ聞いていただいて、皆様自身で考えてもらいたいんですね。今から話す内容を聞いていただければ、あ、いつから勉強しなければいけないってことがおそらく分かっていただけると思います。まず皆さん合格したいと、それ目標だと思うんですけども、まあ、合格するためには過去問10年分は最低限理解していただきたい、部分なんですね。で、過去問10年分っていうと、じゃあ合計して何問あるのかっていうと、1日じゃなくて1年ですね、1年あたり50問あるので500問あるわけですよ、10年分で。で、この10年分の500問っていうものを、まあ、日々勉強していくんですけれども、1週間毎日7日間勉強できればそれに越したことはないんですけども、毎日毎日、勉強できる人ってあまりやっぱいないんですね。まあ、仕事している方であれば、まあ、仕事の飲み会であったりとか、まあ、いろんな事情があると思うので、まあ、1日だけちょっと休みを取って1週間のうち、まあ、6日間勉強しましたよと、まあ、仮定するわけですね。で、1日あたり5問解きましたと仮定します。で、5問って少ないじゃないかって思われると思うんですけども、この5問意外と多いです。で、なぜかって言ったら、まず1問あたり4つの選択肢がありますよね。この4つの選択肢1つ4つちゃんと覚えていかないといけません。で、問題文自体もしっかり理解をしていかないといけない。そうすると1問あたりに費やす時間って、意外とかかるんですよ。問題文をきっちり状況を理解しなきゃいけないわけですよね。あ、これどういったことを言ってるのか、あれこの単語わからない、調べなきゃいけない、そういった時間を換算するとですね、意外とこの5問時間かかります。なんで、まあ人によってそれぞれなんですけども、5問として仮定しますと。一回自分でやってみたらわかると思います。5問しっかり考えて解くと、調べるってやっていたらどのくらい時間かかるのかっていうのはわかると思います。で、まあとりあえずこれで1週間のうち6日間やって、1日あたり、5問解きましたよと仮定すると、1週間で5、6、30問解けるわけですね。で、1ヶ月あたり4週あるので、30×4 の3412、120問解けるわけですよ、1ヶ月あたり。そうするとこの500問終えるのにどれくらいの期間かかるかっていうと、4ヶ月強かかるんですね。4ヶ月で、480問なんで、4ヶ月とちょっとかかるわけです。で、1回勉強するのに4ヶ月ちょっとかかるんですよ。で、ここで皆さんちょっと考えてみてください。1つの問題解きました。1つの問題を1回解いただけで覚えれますかってところなんですよ。ちょっと自問自答してください。1回解いただけで覚えれますか。1回解いただけで覚えれるのであれば、この4ヶ月強で合格持ってきます。1回だけで覚えられないのであれば、この4ヶ月強では合格できません。それ分かりますよね。じゃあ2回やって、覚えれますかってとこなんですよ。つまり4ヶ月強ですよね。4ヶ月半、すいません、8ヶ月半ぐらいかかるかな、おそらく。これを2回繰り返すと、10年分を2回やる、2回やるだけで8ヶ月と、半月ぐらいかかるんですよ。で、皆さんに聞きます。2回やって覚えれますか。もう何回か、受験されている方は思うと思います。2回やっても覚えれないんですよ。で、人って忘れる動物なんですね。なんで2回で覚えれるっていうと、まあ、そこそこやっぱ頭がいいとか、すごく効率的に勉強している方じゃないと覚えれません。つまり独学で自分なりの勉強をしている、学校行ってる方でもそうです。勉強の仕方はほとんど教えてくれません。つまり学校行ってる方であっても、普通の通信教育している方であっても、勉強の仕方を知らない方っていうのは2回やって、つまり8ヶ月やってもそんなに覚えることはできないんですよ。つまりこの動画を皆様がいつ見てるのかわからないです。ただ今日撮ってる、今日をベースに考えれば、11月1日なので、約ですね、そうですね、12ヶ月あるわけですよね。もう12ヶ月はないですけど、そうするとこれで言っても3回しかできないわけなんですよ。で、3回やってもやっぱり覚えるのってなかなか難しいんですね。
もちろん覚えれる問題もあれば覚えられない問題もある。で、覚えられない問題が意外と多い。だから落ちるわけですよ。つまり今から勉強したとしても難しいんじゃないのかっていうふうに気づいてもらいたいんですね。何回も落ちてる人は分かるんですけども、初めての方これ意外と分からない、気づかないとこなんですよ。初めて勉強される方は半年前から普通に勉強すれば合格できるって思ってるんですけども、それ誤りなんで、多くの方が半年前から勉強しても合格できません。もちろん効率的な勉強すればできます。なんでそのことをちょっとですね、頭に入れて、いつから勉強しないといけないのかっていうのをぜひですね、考えてもらいたいんですね。で、1日あたりどれくらい勉強しなければいけないのか、普通に考えて、じゃあ10問やったらいいじゃないのかって思いますよね。2ヶ月でできるわけですよね。10問本当にできますかってことなんですよ。大体できませんから、ちゃんとしっかり勉強するってなると。なのでちょっとぜひですね、皆さん考えてもらいたいのは、いつからやんないといけないのか、で、1日あたりどれくらいやんなきゃいけないのかっていうのを考えていただいて、やる中で、やっていく中で効率的な勉強法を見つけていってもらいたいんですね。で、なければ、4ヶ月で合格することも難しいですし、8ヶ月で合格することも難しいです。で、効率的な勉強法については、メルマガでもちょこちょこ流していきますんで、その中で、見ていっていただければと思います。個人的にですね、勉強の仕方については、無料でご相談受けてますんで、URL の方はお問い合わせのところにおそらく載ってます。上のホームページで言えばホームページの上の方ですね、上左側にお問い合わせボタンありますんで、そちらの方から、入力していただいて送信していただいてもいいですし、メールアドレスを載せておきますんで直接メールいただいても構いません。メルマガはホームページの左側にメルマガの登録法もありますんで、これ無料なので、ぜひですね、そちらで勉強していただければと思います。